く、SD ガンダム、ガンダムブレイカー4でプレイアブルか。皆さんどうも、霊夢です。皆さんどうも、マリサだぜ。先月8月末の29日に、いよいよ期待の新ソフト、ガンダムブレイカー4が発売になりましたニューガンダムブレイカーなどなかった。まああれはもはや、公式からすらも黒歴史なので忘れよう。ということで、今回のガンブレ4からはなんといっても、前回ではサポート枠のみだった SD ガンダムが、プレイアブル化したということだな。SD ガンダム好きとしては、これは本当嬉しい追加要素よね。近年また少しずつ SD ガンダムが、再注目されつつあって嬉しいね。開発側としても結構力を入れて作ってくれたのか、SD ガンダムにすると通常のリアルガンプラとは全く違った動きをしてくれるので、本当に楽しい。90年代にあった SD ガンダムアニメの、あのコミカル調な動きまんまなのが嬉しいね。プレイアブル化したので、今回から当然他のガンプラ同様に、自由に組み替えが可能となっていて、ナイトガンダムなどをベースにこのように各パーツを SD ガンダム以外でもこんな感じに自由にくっつけてしまえることが可能だな。ナイトガンダムなのに腕がズゴックとかアッガイにされてカオスなんだよな。足だけを普通にリアルガンプラにすることもできるんだけど、そのままだと頭身が狂ってさらにおかしいことにもできるぞ。あのイケメンかっこいいナイトさんが泣いちゃうからやめて差し上げて。あと付けれるパーツ数は限られて入るが、いろんな箇所にこのようにガトリングやミサイルなどをオプションとして取り付けることもでき、色もかなり細かく指定して変えることもでき、逆に細かすぎて大変なので、最初はこのように用意されたプリセットカラーを利用するのがいいぐらいだな。おお、最初からいろんな機体のカラーパターンが用意されてるのはありがたいね。ということで、まず最初に手に入れたパーツで作った改造 SD ガンダムはこんな感じになりました。もはやナイトなのかコマンドなのかどっちかわからんくなっとるがな。それは仕方ない。だって最初に手に入るのがナイトとコマンドだけなんだから。ちなみにどこで最初に手に入るかというと、ストーリーチャプター1の3をクリアした後にガンプラショップに行くと、いつの間にかこっそりとラインナップの中にナイトガンダムが追加されていたな。パッケージがレジェンドのものそのまんまなのは興奮するね。個人的には QBB の方で見たかった気もするね。ついでにビルダーズパーツというオプションパーツもあって、そこではナイトのバイザーだけ売られてるので飾りとしても使える。フルアーマーの方まで用意されてるのは細かいね。うまいこと使えば何でもナイトにできそうね。ただ注意が必要なのは、ショップで買えるパーツはレベルが低いので、より実用的なパーツとなるとやはりミッションに出て拾わないといけないな。ということで、ストーリーチャプター1の5のウェーブ3に行くと、ここで大量にナイトガンダムとコマンドガンダムが出てくるので、ここでうまいこと倒すとパーツを落とすので、運が良ければレベルやレアリティ高いものをゲットできるわけだな。いいパーツもらえるかは結構運要素だから、結局何回かやり直すということになりそうね。ちなみにナイトガンダムを一式揃えるとこんな感じになるな。ちゃんとナイトソードや電磁スピア、ナイトシールドも揃っているな。ちゃんと原点通りに基本装備すべて持ってるのは嬉しいね。背中にはマントとスピア背負ってるのも素晴らしい。動きを見るとこんな感じになるな。個人的に強いと思ったのは、電磁スピアによるこの連続突き、うまいこと入るとかなりのコンボ数とダメージを稼ぐことができる。前作にもいたとはいえ、しっかりナイトガンダムらしいモーションが再現されてるのね。あとパーツによっては、固有の必殺技や能力といった EX スキルというのを持ち、これはナイトガンダムが使うガンダムスパークというスキルだな。本来ならナイトガンダムだけしか使えない技ではあるんだけど、そこはガンプラゲームのガンダムブレイカーということで、電磁スピアについてる必殺技なので、スピアさえ装備すればどんなガンプラでも使うことができるようになる。どんな見た目のガンプラでも電磁スピアさえ装備すれば使えるようになるのがこのゲームのいいところよね。あと電磁スピアのオプションの必殺技として、スピアによるこの突き攻撃が単発で出せるようになっているな。まあスキルを使わなくても小攻撃でずっと攻撃してると、同じような突き技を放つこともできるようにはなっているな。スキル技にもしてコンボなどに組み込みやすくしてくれたのかな。
あとナイトソードにも固有スキルがついていて、横一線に相場の一撃を飛ばすことができる水星剣を使用可能となっている。結構でかい相場の一撃が飛んでいくので、敵をまとめて投げ払うことができる便利な技となっているな。さすがガイデンを代表するキャラクターだから、武器両方に固有スキルあるのが嬉しいねー。ただフリーモードじゃないと、ここまで連発はできないけどね。あと超弾道ミサイルというコミカルにダッシュして突撃していく、なんとも SD ガンダムらしい面白いスキル技があるんだけど。実はこの技はナイトガンダムだけじゃなく、大抵の SD ガンダムキャラが使える、ある意味 SD ガンダムパーツ全体の固有スキルとなっているな。なるほど、SD ガンダムのコミカルさを表現した技だから、共通スキルみたいになってるのかな。ちょっと扱いづらいスキルではあるんだけど、うまいこと当たると敵を強制移動させつつ、コンボ数とダメージを稼ぐことができるな。ただし使った後に目を回して動けなくなるという隙が生まれるので、そこで攻撃を受けやすくなってしまう弱点もある。コミカルさゆえにそこが弱点になってるのか。ということでナイトガンダムの次にゲットできるのは意外にも武者でなく、このコマンドガンダムとなっているな。ナイトと来たら武者かと思ったら、コマンド先なのは意外な組み合わせね。ナイトガンダム同様に、背中の4連装ミサイルランチャーやスコープなど、コマンドガンダムの全てのパーツが一式ちゃんと揃っているな。武装面も重機関砲に、グレネードランチャー付きレーザーマシンガン、あと近接武器としてコマンドナイフもついているな。武装面についてもかなり充実してるのね。ただしコマンドガンダムには固有の EX スキルがないため、オプションスキルとしてミサイルランチャーがあるな。OK? やっぱコマンドガンダムを象徴する武器といえば、このミサイルランチャーよね。元ネタがシュワちゃんのあのコマンドだからな。やっぱこの武器がないと始まらないよな。どこで使い方を習った？説明書を読んだのよ。と言わんばかりにみんなも使いまくろう。あと専用の重火器として持つ重機関砲は、移動しながら弾丸を連続発射することができるので、威力は低いがコンボ数が上がって、使っていて気持ちよくなれる楽しい武器だな。さらにもう一つの専用武器のマシンガンと合わせて同時発射可能で、まさにコマンドーらしいアクションを楽しむことができるな。コマンドーといえばやはり、この手に限る。そんなコマンドガンダム最大の必殺技となるのが、この固有覚醒技のメガランチャーモードという、武装を全弾発射するものだな。と言ってもこのゲームの仕様上、そこまで見た目の派手さはできないので、普通にマシンガンなどをぶっ破するだけになってるのが、少し残念かな。確かにちょっと、思ってたんと違うね。本来だとこのように、背中のロケットランチャーなども合体して、より派手になってるのが、メガランチャーモードとなっているな。しかしやはり最後は弾きなんて必要ねえ、野郎ぶっ殺してやーるあー。という人向け用に、コマンドナイフを使った近接格闘用のオプションスキルも用意されているな。来いよベネット、銃なんて捨ててかかって来い。細かいが、スキルボタンを連続入力すると、ナイフを突き立てて連続斬りするコンボ技となり、ボタンを単発入力すると、地面だと敵を浮かせるアッパー技となり、そのまま空中からやると逆に敵を叩きつける単発技となるな。ちゃんと細かい仕様の違いまであるのか、見てこいカルロ。あと組み立てたガンプラを鑑賞できるフォトグラフモードというのもあり、かっこいいポージングを選択してこのように自由に撮影することができる。やっぱりコマンドガンダムかっこいいねー、惚れ惚れするね。ポーズだけでなく背景もいろいろあって、作ったガンプラに合わせていろいろ変えていくのがおすすめだな。ここでゲームで作ったオリジナルガンプラを気軽に鑑賞できるから、実際に改造する人やペイントする人にも重宝しそうなモードよね、これ。あと今作から初のシステムとしてジオラマモードが搭載されて、このようにいろんな建物などを自由に選択していき、森や海、廃墟や宇宙といった、決まった背景ジオラマに配置していき、さらに自分で作ったガンプラモデルを選択して配置することができ、実際にジオラマを作るのとほぼ変わりがないレベルで遊ぶことができるな。これはこだわる人はこれだけでも十分に遊べるモードだよね。自由度高すぎて本編そっちのけで夢中になれちゃいそうだねー。あと撮影するときによりかっこよく見せれるように、このようなフレームもいくつか選ぶことができて、
HG 風フレームというのを選ぶと、まるで実際の HG ガンプラの箱絵のような写真を、お手軽に撮ることが可能となっているな。リアルでこれやろうとすると、すごい労力だから、これが比較的簡単にできちゃうのは、すごいよねー。ということで今回は簡単にだけど、今作、ガンダムブレイカー4の新機能や、SD ガンダムについての魅力を紹介してみたんだけど、もちろん SD ガンダムは他にまだまだたくさんいるので、次回は後半で出てくる他すべての SD ガンダムを紹介してみたいと思います。それではまた次回の動画でまたお会いしましょう。